ポールディングはアメリカ海軍の駆逐艦。ポールディング旧駆逐艦の一隻艦名はハイラムウェイポールディング少将にちなむ。ポールディングは1909年7月24日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1910年4月12日にエマポールディングによって命名浸水し、1910年9月29日に 艦長イエーツ・スターリング・ジュニア少佐の指揮下収益した。大西洋水雷艦隊に配属されたポールディングは、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦、するまで東海岸沖で活動した。1917年4月はニューイングランド沖を偵察し、5月には海外配備の準備に入る。5月21日にイギリスに向けて出港。 アイルランドのクイーンズタウンに到着すると、戦団護衛任務につき、ドイツの U ボートと対峙することとなる。対戦を通して、同任務に従事したポールディングは、停戦成立後帰国の途に着いた。ポールディングは1919 19年8月に退役し、予備役艦隊で保管された。その後沿岸警備隊に移管され、 1924年4月28日から1930年10月18日までラムパトロールの一席として活動した。ポールディングはマサチューセッツ州ボストンに配備された。ポールディングは1927年2月に強風の中ケープコット沖で CG-238 の捜索に派遣された。CG-238 はすでに発見されていたが、 ポールディングは嵐の中2日間を過ごし、完全砲の装備の多くを失った。その中には4本の煙突のうちの1本が含まれていた。1927年12月17日、潜水艦 S-4 と衝突事故を起こした。S-4 は沈没し、乗員全てが行方不明となった。ポールディングは1930年10月18日に、 海軍に返還され、再び予備役艦隊に編入、リーグ島で経由された。ポールディングは1934年6月28日に除籍され、ロンドン海軍軍縮条約に従って、スクラップとして売却された。ありがとうございます。